日本とインドは外務・防衛の閣僚会議、いわゆる2プラス2をニューデリーで開催した。4大臣は自衛隊とインド軍の共同訓練など防衛協力が促進していることを歓迎し、日本の新型護衛艦が搭載している通信アンテナ、複合通信空中線 NORA-50 をインドに輸出するための調整を加速させる方針を確認した。会議では軍備増強を進め、海洋進出を図る中国を念頭に、連携強化に向けて議論された。また、2008年に署名した安全保障協力に関する共同宣言を改定することで合意した。共同宣言は両国の外交、防衛協力の指針となる文書で、当局間の交流や海上の安全確保などが盛り込まれている。改定は安全保障環境の変化を受けたもので、宇宙、サイバーなど新領域での協力を加えることを検討。また米国、オーストラリアを加えた4カ国の協力枠組み、クアッドへの関与推進を確認した。複合通信空中線、NORA-50、通称、ユニコーン、ユニファイド、コンプレックス、レディオアンテナの略称。日本電機株式会社を主契約者とし、当社の多管空中線設計技術 HW システムインテグレーション技術、三波工業株式会社の艦艇地上波通信用空中線設計技術、艦艇搭載機器の維持整備会社としてのノウハウ、横浜ゴム株式会社の電波透過性と帯来性の両立を可能にしたレドーム製造技術等を結集させた統合化マスト。共同記者発表で上川外務大臣は、国際安全保障環境は厳しさを増している、新たな解決策を共に作っていくパートナーとして、地域の平和と安定に向けて連携していく強い決意を改めて共有したと述べた。また木原防衛大臣は、最新型のレーダーの移転をきっかけに防衛装備や技術協力を進化させていくことで一致し、同志国との連携を強化していく重要性を強調できたと述べた。防衛装備移転三原則に基づく完成品の装備品の輸出は、フィリピン向けの防空レーダーに次いで2例目となる。攻撃を伴わない防衛装備は輸出のハードルが低く、早期に実現しそうだ。声明では、インドが自国の港で海上自衛隊艦艇の整備に協力する方向で検討を進めることも申し合わせた。海自の艦艇が中東やアフリカ方面などに展開する際、運用の柔軟性を高める狙いだ。